今日はコストコの鶏肉を使って鶏ハムを作っていきたいと思います。そしてこの間鶏むね肉いっぱい買ってきたのでもう冷凍してあってカチンカチンなんでとりあえず一度解凍していきます。今日は冷蔵庫の中で解凍していきます。それでは肉も解凍したので鶏ハム仕込みしていきます。今日はね鶏むね肉3枚使っていきます。はい、まず皮を剥がしていきます。次拭きます。拭いておくとここに汁気がない分だけしっかりと味が染み込みやすくなります。そしてこの鶏むね肉の皮を剥がしたんですけどもちろんこれも一緒につけていきます。これはまたつけた後に別の料理になりますので、そしたら今日アイラップ1枚で仕込みしていきます。今日は夏の鶏ハムなんで夏といえばちょっとヨーグルトバージョンにしていきます。はい、そしたら鶏むね肉3枚に対してヨーグルト大体大さじ2杯入れていきます。はい、味付けはコストコのハーブソルト使います。はい、そしたらもう本当にダーッと入れていきます。私は測らないでダーッと入れるんですけどごめんなさいね。大さじ1杯入れていってください。次でレモン使っていきます。これもコストコさんのレモンです。レモンね国産ではないのでとりあえず外側の皮を剥いていきます。外は切っていきます。適当で全然大丈夫です。そしたら切ってこんな感じで切ってここに混ぜていきます。まあ、夏はね爽やかな香りがとても合いますもんね。でそして忘れてはいけないのがオリーブ入れることです。人間もそして鳥も潤いが必要なんでオリーブ入れないと肉がパサッとなってしまうので、大さじ1杯入ります。我が家の初ニンニクです。まだ土ついてますよそしたらツルツルの新ニンニクのパキッと割ってこの2つ使っていきます。ちなみに新ニンニクってすごく皮むきやすいですよ。ツルンとむけますからね。ほらこんな感じでツルンとむけます。そしたらニンニクは切りやすい感じで普通にスライスで大丈夫です。こんな感じで切っていきます。はい、切ったニンニクをこのままラップに入ります。で胡椒ちょっと入ります。見えますか、今ここにヨーグルト、そしてニンニク、そしてレモンと胡椒とハーブソースが入ってます。はい、そしたら混ぜていきます。カサカサと混ぜていきます。この中に鶏肉が入ります。鶏肉入れたらまた混ぜていきます。はい、混ざったらこのさっき取った鶏の皮も一緒に入れていきます。つけておけばね鶏の皮もねこのすごく美味しい風味がつきます。そしたらそのまま焼いて食べてもいいし別の野菜と一緒に細かく刻んで炒めて食べても美味しくなります。はい、そしたらこのまんまで縛っておきます。冷蔵庫で私は一晩置きます。急いでる方は半日でも構いません。でも置けば置くほど美味しくなるので、そして肉が柔らかくなります。そしてレモンとニンニクとハーブソルトの風味がしっかりと肉につくので少し時間あれば一晩ぐらい置いてあげてください。それでは一晩つけておいた肉で今日鶏ハムを仕上げていきたいと思います。目安なんですけどルックルジェの鍋20センチに水を入れて沸騰させていきます。あんまり満タンに入れると鶏ハムが入らなくなるので8割7割ぐらいですかね。沸騰してる間に鶏をね分けていきます。1個ずつ。これにはねちゃんと理由があってこのまんま一緒にやると火の通りが悪くなります。なので1個ずつ分けていきます。そうすることによって鶏の火の通りが良くなります。次に少し形整えるような気持ちでちょっとだけこの先っちょ、鶏の先っちょ側ちょっとだけくるっひっくり返したらそのままちっちゃくしてギュッと丸めるようにして、そしてここら辺で閉じてでくるっと回します。はい、くるっと回したら締めたら、はい、こんな感じにしていきます。はい、もう一度説明しますね。中で見るとここばっかり先っちょばっかり火がたくさん通って
硬くなってしまうといけないので、ここを先っちょこんな感じでこう畳むような感じでキュッと、はい、畳んだらその畳んだのそのままキープするような感じでね回していきます。そうするとね、火の通りがねすごく良くなります。ほら形がね大体似たような形になります。あの沸騰させてる間外に置いておくんですけど、鶏ハム仕上げるあのお湯につける少し前に30分ほど前に外に出して常温に戻しておいてください。お湯が沸騰してきたので先ほど準備した鶏を入れていきます。お、水がナイス、ちょうどいいぐらいです。はい、そしたらすぐに火を止め蓋をして、そしてこのまんまもう一切触らずに開けずに、できれば最低でも3時間置いておきます。可能ならこのまんまあの鍋に入ったまま冷ますことをおすすめします。そうするとねすごく美味しい鶏ハムができます。冷めましたので開いてみますね。はい、3つともこんな感じでとっても綺麗にできてます。そして中に少し汁があります。この汁も鶏ハム切った後にその上にかけて食べたりしてもとても美味しいです。そして一晩冷蔵庫に入れておくとこの汁がプルプルとジェラチンみたいになります。それも上にかけたらとっても美味しいです。それから今からちょっと冷やして、そして切っていきたいと思います。はい、なんかこんな感じですよ。そしたら、この鶏ハムはこのまま食べても美味しいし、あとは野菜と一緒にサラダにしたり、アボカドと玉ねぎとレモンで和えたり、さらに、サンドイッチにしたり、そして細かく切ってチャーハンに入れたりもできます。パスタの具材にもなります。一度作っておけばもういろんな使い方できますので、よかったらぜひ夏に暑い日に何回も調理するのめんどいときは一度に 3,4 枚作っておいて、そしてゆっくり食べるといいかなと思います。はい、今日はサラダにしました。ちょっとオリーブオイル上から垂らしてみました。はい、完成です。いかがですか？鶏ハムと一緒に漬けた鶏皮と大根とキムチの炒め物です。